ちの会社はイベントの企画制作、あとは店舗の商業施設の、まあ、内装工事であるとか、そういったことを受け負ってやっております。全般的に機器に関しては日本にあるものより全然金額的に安い。だから今韓国にあるものが日本に入ってくると日本のメーカーは多分ちょっと危機感を覚えるものがたくさんある、その印象は受けました。だからある意味僕らは今日、まあ、見てきた商品を少しサンプルとして持ち帰って日本でどう広げていけるか、そういったことは今後ちょっと考えていきたいなとは思ってます。みんな、まあ、フレンドリーで、すごいなんていうのかな、日本の展示会よりも必死さが感じられたというか、日本は少し殿様商売っていうのかな、そういった、形でいいものを作れば勝手に売れるだろうっていう、見受けられるところがあるんですが、その意味では韓国企業の皆さんはすごい頑張ってるなっていう印象は非常に受けました。成果、具体的な成果は現状ではないんですが、まあ、本当に先ほど申し上げたように新しい機材、そういったものは日本で多分どんどん今後広がっていくと思うので、その辺を一度、まあ、とりあえず僕も会社に持ち帰って、今後の検討材料にはしたいなと思ってます、はい、それは本当に僕は初めて韓国に来たんで、皆さん親切ですし、で安全ですね、うん、韓国って、まあ、他の海外だと少しね、危険かなって印象があるんだけど、韓国はすごい安全だし、みんなフレンドリーだから、その辺では素晴らしい国だなと思いました。